インポッシブルフーズはカリフォルニア州レッドウッドシティに本部を置く植物由来の人工肉や乳製品を製造開発するアメリカ合衆国の食品テクノロジー企業アメリカと香港の1000以上のレストランで同社の人工肉を使用したインポッシブルバーガーを提供している2009年スタンフォード大学生科学名誉教授の パトリック・オー・ブラウンは18ヶ月の休暇を取得し、彼が世界最大の環境問題であると考えていた工業用畜産農業の廃止のために費やした。その結果、ブラウンは自由市場の中で動物を使用した農業を減らすための最善な方法は動物によって作られている既存の市場の中にこれに競合する動物を使用しない製品を送り出すことだとの結論に達し、 2011年にインポッシブルフーズを設立した。2016年11月に宣伝の一環としてサンフランシスコで提供された同社の人工肉で作られた最初の製品であるインポッシブルバーガー2015年夏、グーグルから3億ドルで買収を打診されたが、同社の経営陣はさらに高い金額を求めたがゆえに最終的に折り合いがつかず、この競技は破断となった。 グーグルは、その後、同年10月に関連会社である、グーグルベンチャーズを通じて同社に投資している。2015年10月、UBS をリードとする資金調達で、ビアキンググローバルインベスターズやコースラベンチャーズ、ビルゲイツ、グーグルベンチャーズ、リカ製などから1億800万ドルの資金を調達した。そのうち7500万ドルは既存の投資家によって、もたらされた。 2017年8月、同社が経営目標を達成したことを受け新たな資金調達が組織されてマセクホールディングスをリードとし、オープンフィロソフィープロジェクト、ビル・ゲイツ、コースラ・ベンチャーズ、理科生から7500万ドルを調達した。2018年4月、テマセクホールディングスと香港のセーリング・キャピタルの共同リードで1億1400万ドルの資金を調達。 累計調達額は4億ドルに達した。ありがとうございます。